どもじゃホステルと申します。プレイステーション2のサイレン2ですね。やっていきましょうか。矢倉いちこちゃんの8時間後の終了条件2をプレイしてますね。その続きからコンティニュー画面から再開していきましょう。このヒント1だよね。前回手に入れたカミソリナイフ、武器ではないんだけれども何かしらに使えるっていうような。でヒント2が大道具倉庫で手に入るアイテムを使って車を止める。まずは何とかして大道具倉庫に行かないといけないってことか。家に帰りたい。え、こんなところから、マジっすか。カミソリナイフ取るところからスタートかよ。あ、あっぶね。やばい気配を察知して避けていく。これ死人追いかけてきてるかな。このカミソリナイフが狙撃手の陽動に使えるってこと。ここからやり直しはちょっとしんどいよね。え、敵場所バレてるかな。ちょっと一回閉めて視界弱しよう。小運動場に続く階段への到達だよね。階段に到達したら狙撃手を陽動するっていう風な目標に切り替わる。で、これの視界が狙撃手。こいつどこにいるんだろう。あ、皇帝だ。なんとか発見状態解除されてる。あ、解除はされてないけど、あ、表うろついてるみたい。ちょっと待って、これ今のうちに近づけるんじゃない。焼却炉に振り向くかな。いやー、振り向きそうだね。けど正面眺めてる時間が長い。これウサギ小屋の中にいたら発見されるかな。この網ってどういう判定に。あ、発見されないんだ。いいですね。この死人が同時、こいつの徘徊範囲。焼却のこのところうろついてるやつ邪魔くせえよね。こいつがいるせいで焼却炉に近づけない。焼却炉に火をつけることによって狙撃手を陽動できるんだけど、調べることできないね。どうすればいいんだろう。どうやれば狙撃手を陽動できるのか。え、何かに気づかれていく。狙撃手か。え、お前か。行って、やめろ。こいつに気づかれたか。じゃあ距離取って、調べられるかな。来た来た来た、つけていく。これで狙撃手の陽動はできるはず。終了条件2を始めるための必要行動であると同時に狙撃手の陽動にも使えるんだよね。ちょっと一旦ウサギ小屋に入りましょう。この表にいる死人の動きがすごい厄介。焼却炉の周りをうろついている死人の行動パターンがすげえ厄介だから、うん、こいつこれで降りてくる。で、もう一体の方、あれ俺登録してなかったっけ。ちょっとどいつだ。あれ視界ちょっとできない。ドイツ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 、今のウサギ小屋の周辺うろついてるやつ。ドイツのその視界の持ち主が分かんなくなっちゃった。もういいよ、飛び出していくしかないね。分かんないんで。最悪重機持ちじゃなければ逃げられるから、走って。もういいわ、とっとと行く。どの視界か分かんなくなっちゃったから。で、たどり着いた、着いたね。用具倉庫。テニスラケットあるかな。ここ、終了条件1度聞きよ。あっびっくりした。死人よりよっぽどびっくりする。
や、今のはやべえ。サイレンス始まって以来の一番のドッキリだったかもしれない、今のは。奥の棚に茎箱が見える。ほうほうほう、中に入ればいいのね。つうことは釘をばらまいて、軽トラックの動きを止めちゃえばいいってことね。あ、入れないんだ、ここから。もう一つの方からかな。カーテンが使えていて、窓が開かない。カーテンを切る。ここでカミソリナイフを使うってことか。で、首箱を取る。ゲット。沖田博士が運転する車をパンクさせる。沖田かよ、お前。テニスラケットってみんな脱ぐんですよ。周りに何も落ちてないか、しっかりと確かめて。テニスラケットさえあれば、シミとダウンさせられるから、少しは戦える。問題はその茎箱をどこに設置するかだよね。どこに置けばいいんだろう。戻らないといけないのかな。スタミナの問題もあるから、あんまりうろうろ動き回るわけにもいかないぞ。基本的にしゃがん。え、何？なんでお前！なんでこんなところに！まずい！昼間ね。ラケットで一発殴った程度じゃ敵ひるまないんだけど。これウサギ小屋からだったらしんどいね。助けて。あ、大丈夫だ。お母さん。ママ。猫にびっくりしたよ、ママ。そしたら、狙撃手が焼却炉から階段の下に移動してるんで、これ何で発見された視界だ？ここから飛び降りていきましょう。出待ちしてんじゃねえ！このオースビンザのようなテニスラケットの一撃で倒していく。俺も食らいてえわ。この死人は下方者といったところか、羨ましいやつよ。矢倉石子ちゃんに折半されたいわ。なんてやつ。釘箱どこで使えばいいんだろう。校庭かな。どこかまだ歩いて、お、釘を巻く。早速出てきたね。じゃあこの辺に巻いといて、ここに誘導するか。なるべく狭いところに誘導した方がいいでしょう。あとはこの釘を巻いた地点まで軽トラックを誘導して。どの辺うろついてるだろう。いた。さあお前の最後の時よ。あっ、よし、来た、うまくいった。いいですね。で、あとはお、ここ開けてくれるんだ。問題は、そうそう、こいつがいんのよ。こいつが陣取ってるから、どうやって校庭から脱出するか。回り込んでいくか。狙撃手がいるせいで近寄れないんだよね。そしたら、今の隙を見計らって、少し探索するか。ここも乗り越えられる。乗り越えられるんだ。こっちにも確か死人いたから、いるのって1体だけだよね。ライト消していきましょう。アーカイブとかあるかもしれないからね。この潮降り浜灯台、ここ調べたいんだよね。行けるかどうかわかんないけど、何かあるかもね。おや、あ、行けなくない？あ、行けねえんだ。他のキャラクターだったらもしかしたらいけるかもしれない。なんかね、別の時間軸で、パラレルワールドみたいな、平行世界みたいなものが走ってるから、同時に。そっち側の世界だったらいけるのかも。なんかバッテリーっていうか、なんだろうこれ。バッテリーじゃなくて、
ジェネレーターじゃなくて、あれなんて言うの？エンジンみたいなやつがあるね。あ、バテちゃった。あ、この周辺、しびどいんだい。俺今 L1 押したけど。この周辺、しびどいねえわ。悠々と探索できそう。俺結局何もないかもしんねえけど。そしたら、進展ないかもわからないんでカットするわ。結局何もなかったんで、このままゴールに向かいます。こっち側の通路にも何もないよね。ちょうど、死人が敵をダウンさせたんで。狙撃し、銃持ってるやつね。だからこのままゴールまで行けるでしょ。なんか落ちてるな。なんか落ちてる。欲しいけど。あ、フライパンかな。あれは敵が武器として持ってた。いいわ、脱出して。やばい、これはちょっとまずい。あれではとっとと出ちゃおう。あいつが襲われてる。誰だっけ、起きたか。トラックの中には何もないし、クリアしちゃう。前もこの赤い光に包まれたら闇霊が消えたよね。あの赤い光は一体何なんだ。よし、これで新しいストーリーに行けるね。ミプレイのチャプター、阿部くんの12時間後では新たな展開やっていく。デモシナリオとか特に何もなかったね。チャプターイフか。あ、イフっていうサブ隊のシナリオ他にもなかったっけ。絶対あったよね。しなきだ山林道か。はい、新たなマップか。ごめん、なんかわかんねえけど、あいつが普通じゃないってことは分かってたつもりなんだ。時々わけわかんねえくらい暴れたりしてさ。でもあいつ俺と一緒にいると楽しいって。うん、やっぱり死んだのは龍子なんだ。あの赤い光何かあるよね。阿部と、誰のアーガイブって出てた今。そしたらこのチャプター本格的に入る前にアーガイブ確認して終了にするか。しばらく手に入れたアーガイブ読んでなかったよね。はい、終了条件1が清田明子と青の久方面へ到達。ヒント1、まずは清田明子の命を優先してください。敵に囲まれた時は逃げろ叫ぶを有効に使って切り抜けましょう。設置した狩猟罠にかかっている敵のダメージは通常の3倍。これは前にもあったよね。三上と行動していたところか。第一砲台跡ね。狩猟罠にかかると武器を落としてしまいます。確定で落とすのかな、その辺は。まあ、やってみないとわからないといったところか。進めていく。あ、最初から武器持ってるでいいですね。アイテムの確認しておこう。狩猟罠と懐中電灯、あとはバットか。で、小目標が闇島金庫を括弧株内部への到達。あ、ここ来たマップか、以前。あ、このマップは五木くんとか、三上くんが、うろうろしたマップだね。そこのことだったか。わかった。じゃあ、あとはアーカイブ確認して終了にします。いくつか手に入れてるからね。三つか。司会新聞。
あ、場所時間不明のところに手に入れたやつだ。なんでそんなところに新聞が落ちているのか。ともあれ読んでいく。昭和51年8月3日、闇島の集団失踪、海底ケーブル切断される。この2つの事件は、関係性があるのかな ?2 日深夜、闇島に電力を送る海底ケーブルが切断され、島全体が停電したと。電力会社の職員が島に到着したところ、島民の姿が見えなかった。全島民が消えていた。何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、対策本部を設置。並行して、消失事件と海底ケーブル切断の因果関係を調査する。ほう。で、この電力会社は、海底ケーブルの最大推進は310メートルに達し、切断するには高度な特殊技術と多数の人手が必要であり、人為的には不可能としている。ということは、人ならざる者が切ったってことでしょ?それはさすがに読めるわ。菊根一歩の卒業アルバム。あれ?電力会社と同じ地名だ。これ。三何菓子っていうのかちょっとわかんないけど。学校行事の風景写真。親しい友人たちとグループを作り、笑顔を見せている。旧友たちの中で一人暗い表情を浮かべている菊根一歩。菊根ちゃんのセーラー服姿、どれ?一番右かな?いいですね。ムラムラするわ。たまんね。で、安倍くんの今手に入れたやつだね。田川龍子の写真か。はい。亡くなった安倍の彼女だね。薄暗い室内でフラッシュを焚いて撮影された写真。安倍総司と田川龍子が写っている。おどけた表情の安倍総司とは対照的に田川龍子は暗い表情を浮かべている。特に他調べられるものないよね。うん、わかった。じゃあ今回はこの辺で終了にして、このチャプターを本格的に探索していくのは次回にしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。